うですか、これは先日入ったアイリスの新しい日本、うん、いいでしょ、なんていうかな、何も考えずに弾いて今のセッションっていうか、うん、すごいブルージーというか R&B の感じというかちょっと、うん、懐かしい感じの音がするというか、そうですね、うん、もう新品のねこのピカピカのギターだけど、うん、懐かしい感じがこれは J45 タイプですね。まあまあ色で言ったら J50 か、うん、でこれはアルロンダックトップ両方、はい、両方の、はい、この辺の幅の広さがね、はい、はい、そうですね、綺麗ですね、うん、でこちらもピックアップも入ってますね、 K&K のピックアップ、はい、これもアルロンダックだけどピックアップなしで、うん、はい、あとで、はい、アルロンダックでサンバーソーで、ね、そうですね珍しいね、綺麗ですね、はい、綺麗、まあ、ここのアイリスのね、ストーリー、デール・フェアバンクスっていう方がいるけど、うん、デールさんがこのサンバーストの名人、ああ、ね、うん、もうすごい綺麗、サンバーストにもいろいろあるけど、はい、ちょっと昔の感じのね、はい、うん、ツートーンというか、いいですね、はい、うん、でもこういうのも綺麗なと思って、ブロンド、いいですね、今回はそれを一つ頼んでみた、こっちのはちょっとゴージャスというか、はい、そうですね、ベッコーっぽい、はい、ね、ベッコーのバイニングがあるのはすごい、後ろもね、うん、はい、そうね、アイリスというのはこういうオープンポアと言いますね、うん、あとは仕上げ師の、ね、この塗装で、独特、まあ、あとこのネックのこういう形、独特の形だけどこれでコストを抑えてるわけ、ちょっと武骨な感じだけどね、うん、だけどあとは材料とかも最高のものと、うん、あとは手作りで中とかブレーシングとか見たらすごい綺麗に削られてる、うん、材料いいですね、うん、材料もすごいいいもので、うん、もともと高いその個人で作ってる高いギターの2人を作ってる、うん、今も作ってるけど、そのもう少し普通の人が買えるような感じの値段のギターを作りたいという思いでこのアイリスを立ち上げる、20年の1月の20年のナームショーで、うん、紹介されて、おととし、うん、おととしかな、うん、もう3年になるね、この1月、うん、でその時に1本持って帰った、この大きさのオール魔法のやつを、であれからもう何本かもう入ったりしてるけど、まだ未だにうちだけしか置いてないから、はい、そのうちに多分どこかが代理店になって、うん、お高くなるか今のうちに、今のうちですね、はい、いや本当今はもう直営してますから、うん、まあ今今回は円安の関係で前回よりちょっと高くなってるけど、でもまだとても買い得だと思います、はい、これなんていうかな、材料コストを抑えるとこを抑えて、うん、材料はすごいいいの使ってる、ね、もうめっちゃいいものを使ってる、このその材料とそういうパーツとか売ってる会社も持ってる、うん、ああそれ、うん、同じところ、ね、だから木とかもすごい、最近ほら材料の枯渇かなんか知らないけど、割と指板材とかいろんな模様が入っちゃったのがあるよ、ね、あれはあれで面白いんだけど、こういうなんていうか伝統的なね、はい、スッとした木目のね、はいはい、そうですね、こういう材料を持ってるというのは強いですね、そうですね、メーカーはね、はい、いや本当にそれですよ、うんね、材料があるかとか大きいですよ、ここにあるこのアイリスとかボーシュワとかもそうだけど、うんね、いいものはいっぱい、うん、昔から、うん、貯めてるから今作れる、そしてこのロゴの可愛さ、はい、そうですね、僕も大好きだよこれアイリスはいいギターですよ、ね、はい、うん、はい、いやちょっとさっき弾いたように、うん、すごいその気分にさせてくれるというか、うんうんうん、何も考えずに弾いて、こういう感じの、うんね、ちょっとアメリカの伝統的な感じが、6弦もいい音してますね、ね、太いこのブリッジのスタイルもまあ、50年の、ギブソンのスタイルを作ってるけど、うん、まあ、そういうのを探そうと思ったらなかなかね、うん、高いし、うん、コンディションもいろいろね、あったり修理歴もいろいろあったり、もともとのその個体差もあるから、うん、こういうのも新しいもので手に入るというのはなかなかね、いいね、シンプルでいいね、はい、
普通よくベリーブリッジとか、ね、そう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 なるけど、はい、こういうシンプルな、まあ、昔はこういうので、うんうん、ピックアートもあの、まあ、オリジナルだけど両方、うん、だけど、まあ、あのなんていうかな、その昔にあったギブソンのものに近い感じで、うん、あのデザインされてます。J45 タイプ、これは LG1 みたいな感じで、よかったら、うん、これもまた小さくてすごいですよ。あ、すごい、なんか肩がなんかすごい楽です。そうね、あ、鳴りが違うね、これ ね、 そうね、やっぱこのサイズ独特のガッと出る感じというかな、粒立ちがいいというか、これすごいなってるね。これはもしくはそういうソロ、ソロギターには合ってるかなっていう。こんなブルージーな気分になるというか ね、 やっぱり、はい、うん、この3バーストの感じも ね、 やっぱ視覚的な要素もあるここから見たらめっちゃ綺麗です ね、 ね、うん、それもいろんなあの間に赤が混じってないツートーンの ね、 ね、はい、そうですね、1900、はい、もうだいぶ前の感じの ね、はい、ね、ちょっとブルージーな感じでやったけど、うん、もちろんおしゃれな、おしゃれな感じももちろん、ね、メザーセブンが似合います。聞いたことがあるよ、はい、ちょっとジェムステーラーみたいな気分になる、ね、本当はこれが人生のポイントかな。すごいね。はい、歌い出しそうなんだね。アイリスはいいですね。いいですね。あの、うん、まだ今一つね、日本ではまだあまり地名が、うん、あれだけど、でもあのこの
この3年は何本かあの買ってくださった、で多分すごい活躍してると思うみんな、はい、アメリカも今すごい話題になってる、あのプロもいっぱい使ったりしてるし、あの部屋の中で楽しむだけじゃなくて外でね、はい、そうですね、実践で使えます、ね、はい、これもマイクも最初からあるから、あの K&K の素晴らしい、もう音もすごいいいですよ、すぐに使える、さっき言ったような歌の伴奏とか持ってこいですね、そうですね、ぜひこ の, あの安い値段で、はい、手に入る間に、ね、ぜひ、あ、まあ比較的にそうですね、まあさっき言ったようにその直営してるから、あのこれから多分代理店とか決まれば高くなるけど、うん、今までのうちにね、はい、アイリスはおすすめですね、はい、いや本当にいい、本当その気分にさせてくれる楽器というかね、僕もねこっそりと1本あの手に入れました、あんたそうそう、いいですよ、ね、すごくいいですよ、はい。